チェコ、WBC で日本のプロ野球応援歌が大流行してしまう。次回の WBC に来てほしい。何ものコラボしてほしいよな。太鼓の他にトランペットがあったらいい。応援団もアマチュアでないと。次回もチェコ代表と戦いたいな。岩崎中平率いるプロのモラビアブラスもいるが、カレルヤマサリクのオーケストラ部やブラスバンド隊に頼んだらやってくれるかもしれんな。チェコ野球には世界が驚く要素がたくさんあるから楽しみ。WBC の時は選手のみんな働きながら頑張ってたし、野球に対する心意気に感動したわ。WBC 前の試合の観客は家族の方とか関係者と、たまたま球場に寄りかかった散歩の人くらいの草野球みたいな感じだったのに、今はこんなにも定着しつつあるのか。感動的すぎる。音楽の国の応援団とかおしゃれすぎてベストマッチだな。3月の WBC から9月の欧州選手権はチェコ開催でテレビ中継され、累計視聴者数は100万単位になったからかなりファンが増えたと感じる。チェコで野球の認知度が上がるのは嬉しい限り。チェコ強くなるだろうね。チェコに応援文化が本格的に根付いたのは良いことだ。日本に習い、選手の登場曲もできるかな。チェコならどんな曲になるんだろう。登場曲は BGM でかかってるが、ヒップホップが多いな。ヒップホップはやはり人気なんだな。球場での応援は、知らない人とも同じチームのファン、という共通点だけで一体感が得られる。ホームランが出たら、子供も大人も前後左右の人とカンフーバットでハイタッチよ。これは嬉しいな。ぜひまた日本に来日してもらってチェコ戦みたい。チェコは定期的に日本に来てくれ。NPB は年1回ファーム混成チームでもいいから送って交流したらいい。日本野球の文化をリスペクトしてくれてありがとうチェコ。次の WBC には無理だけど、そのうちチェコの代表ユニフォームで日本に来てほしい。マスコット的な存在が場を盛り上げる大きな要素になるからな。応援隊長は日本に行く気満々だったぞ。